狼、その背中の刀はもしや。不思議にございます。それが死なぬ者を殺すという刀か。はい、先方寺の越智の巫女より授かりました。越智の巫女。先方寺の者たちは僧を捨て死なずの探求に魅了されておりました。その末に生まれた偽りの留飲を持つ者、それが越智の巫女たちです。偽りの留飲、そのようなものが。待て、巫女たちと言ったか。はい、多くの越智の巫女が作られ、されど生き残ったのはただ一人にございます。留飲はやはり人のありようを歪めてしまうか。不死立ちなさねばな。御意。戦況に至るための功集めも進んできたな。狼よ、引き続き頼むぞ。源の好機、その一つは源の水が濃く溜まった場所で咲く白い花だろう。はい、落ち谷を探ってきます。落ち谷は城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社、言葉の通りそこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが。巫女様、これは源の功を求めた者が、はい、好機を放つ石が祀られた村だが、そ、アシナの底と、そういえば月、そこの知れぬ深い穴があると、き、あるいはそこと、探ってみましょう。ああ、だがわかりません。うん、思い当たる場所がないか。は、ああ、そうだ、そなた香炉の残り香は嗅いでみたか。はい、何やら木くずのようなものが残っていました。そしてかすかに桜のような香りが。おお、そなたもそう思ったか。ただあの香り、桜のようでいて少し違う。どうした、狼。あの香り、どこか懐かしい。嗅いだことがあるのか。おそらくは。ですが、思い出せません。そういえば、エマ殿が昔、城の裏手に桜の木があったと言っていた。それが関係あるやもしれぬな。お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょう。城の裏手の桜についてだ。床桜のことですね。タケル様が故郷より持ってこられた桜です。つまり戦況の桜か。はい、あれは不思議な桜で、春に限らず常しえに咲いておりました。ですが床桜の木も花ももうありません。枯れてしまったのです。何故枯れた。枝を倒り花を持ち去った者がいます。花をなくした床桜はやがて枯れ果てました。床桜の木そのものが失われてしまったのです。狼殿、ほんの少し眉間のシワが薄うなったように思います。九郎様の不死立ちでは。まっ、
セキロか。これは。ああナイフのネズミどもよ。こやつらはどこからでも入り込む。切ってもキリがないわ。時にセキロ、極めたか。まだ足りぬわ、セキロよ。さらに切れ。極めたか。まだ足りぬわ、セキロよ。そなた、なぜ戻られた。使命など決してここにはありませんゆえ、どうか静かにお帰りくださいませ。そなた、使命な…
そなた、使命など。巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。すみません、巫女の忍びよ、お米がまだ実っておらぬのです。また北条の頃にお授けしましょう。さようなら、巫女の忍びよ。あなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。
皆